ブリーチ最終章。千年決戦編。突如攻め込んできたクインシー相手に、死神たちは大苦戦を強いられる。やはり見どころは、隊長角 VS シテルン・リッターだが、この戦いの多くはソウル・ソサエティ並びに読者に多くの絶望をもたらした。ということで今回は、最終章で最も絶望させられた戦いについて解説していくぜ。ついにアニメも始まったことだしね。味わった絶望は数知れずよ。今後訪れるショックに心臓を慣れさせるためにも、ここらで一緒に振り返っておこう。それじゃあ早速行くぜ。マスクド・マスキュリン。与えられたシュリフトは S。ザ・スーパースター。覆面レスラーのような風貌をしており、2メートルを超える大巨漢。自称正義のヒーローであり、お供のジェームズと一緒に行動している。第一次侵攻の際、レンジを横からドロップキックで吹き飛ばし登場。見た目通りの驚異的な攻撃力を有しており、隊長角たちを圧倒していく。吹き飛ばされたレンジの体がボキボキ言ってたの軽くトラウマよ。だがその真髄はシュリフトの S、ザ・スーパースターにあり、能力は、ジェームズからの声援を受けると、どんな傷も完全回復しさらにパワーアップも可能。つまりジェームズがいる限りマスキュリンはヒーローのごとく無敵になる。このジェームズってのが邪魔くさいのよね。マスキュリンを倒すには、まずジェームズを倒さなくてはならないのだが、このジェームズも、マスキュリンの声援でバラバラにされた状態からも回復してしまう。つまりほぼ同時に二人を倒す必要があるんだ。お互いにお互いをサポートしてるってことね。いい話なのに敵だとこう思うざいのね。風貌と言動はスーパースターのそれだが、その正義の判断基準が明確にあるわけではなく、敵対するものは全て悪と結構ガバガバ基準で判断してるっぽいぜ。敵から見たヒーローってこんな感じなのかと考えさせられるわね。第二次侵攻では、ヒサギ、一角ユニチカを瞬殺して牽制、ローズと戦うぜ。ここで牽制の鉄拳たち風の無限炸裂をまともに食らってダウンするんだが、やはりジェームズの声援によって復活。そして大幅なパワーアップを果たしてしまう。この後の牽制のボコられようは正直見ていられなかったわ。挽回で圧倒していた牽制だったが、復活したマスキュリンに一方的に蹂躙され腕を折られた挙句、瀕死状態まで追い込まれる。そしてここで満を持してローズが挽回を披露するんだが、金シャラブ刀弾ね。あれもなかなかのチート挽回よね。能力は、残白刀から出る音を聞いた瞬間に相手を催眠状態にするというものだ。アイゼンの強化水月と同じくらい発動が容易であり、催眠にかかった相手は、炎熱系や溶接系などの攻撃を一方的に浴びることになる。ちなみに耳を塞いでも意味がないらしく、かすかでも聞こえていれば能力は発動してしまう。聞けば聞くほどチートよね。聞こえた瞬間負け格みたいなものよ。だがマスキュリンはこれを自ら鼓膜を潰すことで無効化し、超疲れたローズの体に星型の穴を開けて勝利してしまう。ローズが調子に乗って挽回の能力を全部くっちゃべったのが敗因だと思うわ。なかなか辛辣だが否定はできないな。隊長角二人がなすすべなく倒される様は読んでいて結構しんどかったぜ。その後、霊王宮での修行を終えて真の挽回を取得したレンジにボコされるわけだが、あの絶望からの圧勝。レンジのおかげで読者の心に平穏が宿ったんだ。この戦いの一番の絶望シーンはどこ？やっぱりあれだけ圧倒していた牽制が一方的に瀕死まで追いやられるところだな。腕を折られる時の効果音がボギー、だぞ。私の心も一緒に折れたな。割ともう一回見るのもしんどいのよね。マスキュリン、ふざけたやつだったわ。全体で見たら可愛い方なのかもしれないがな。ということで次に行くぜ。S のと、与えられたシュリフトは F、ザ・フィア。黒髪長髪でトゲの並んだマスクをしているめちゃくちゃ不気味な風貌をしており、漢字とカタカナが混ざった片言で話しているような特徴的な話し方をする。いやもう見た目といい話し方といい絶対ヤバいやつよね。こいつの記憶といえば、第一次侵攻の際に我らが兄様、朽木白夜の挽回を奪ったことだ。メダリオンで千本桜影吉を奪い、その能力で白夜を戦闘不能にする。自身の挽回を幾度もその身に受け、あの白夜が一方的に殴られる様子は、多くの読者の脳裏に未だにこびりついているだろうぜ。目からも正気が消えていて、この時は白夜が死んじゃったと本気でショックだったわ。ハッシュバルトも、白夜が死んだと言ってたしな。あの時は私も本当に死んでしまったと信じて疑わなかったぜ。こいつのシュリフト F、ザ・フィアは、光の矢に打たれた者は、あらゆることが恐怖の対象へと変わる能力であり、敵へと踏み出す足、刀にかける手など一挙手一投足全てに恐怖がつきまとう。朽木白夜はこれを経験と意志の力で退けるが、それは理由ありきの恐怖のみであり、根源的な理由なき恐怖を前にして、大幅に精神を削られてしまうんだ。恐怖心なんて、生物であれば誰でも持っているものだものね。S のと曰く、命ある限り本能である恐怖からは逃れられない。白夜だから耐えられているが、他の隊長格でも危ういレベルだよな。最後はルキアの挽回発火の咎めで凍らされて絶命していくわけなんだが、白夜がこいつに瀕死にさせられる時のタイトルが三王だったり、白夜がここまで手も足も出ないってのはかなりショックだったな。何より白夜の挽回を使ってっていうのがやるせないし腹が立つのよね。私、シテルン・リッターの中では割と一番嫌いだったかもしれないわ。
そう考えると、多くの読者に恐怖をもたらしたエスノトは、シュテルンリッターの中で一番シュリクトを使いこなしていたのかもな。最後は皮肉にも、自身の死に恐怖しながら絶命するという、ある意味最後まで使命を全うしたとも言えるな。ルキアの挽回と、進化した白夜兄様の千本桜を見せてくれたことにだけ感謝してあげるわ。ん？まあいいか、それじゃあ次に行くぜ。ベルニダ・パルンカジャス。与えられたシュリクトは C。ザ・コンパルソリー。常にフードをかぶっていて顔が認識できず、体も小さく、二頭身ほどしかない。謎に覆われたクインシーだったがなんとその正体は霊王の左腕だった。霊王の左腕だった。って言われてもピントは来ないわよね。間違いないな。だが比喩でもなんでもなく本物の霊王の左腕なんだ。詳しくは後で説明するが、実は霊王はクインシーであり、その切り離された左腕がクインシーであっても何らおかしくはないんだ。同じシュテルンリッターのジェラルドも霊王の心臓だと言っているしな。そんなペルニダと戦うのは黒土真由里とザラキケンパチだ。あの二人が共闘するのなんてめちゃくちゃ熱い展開よね。だが結果はケンパチが共闘を選ぶわけもなく、単身ペルニダに対して攻撃を仕掛ける。その瞬間、ケンパチの腕が折りたたまれてしまうんだ。その後も無策に力押ししようとするが、全身を折りたたまれる寸前で真由里に助けられる。足そぎ地蔵の能力ね。特殊な麻痺毒がいいタイミングで活躍するわね。そこから真由里とペルニダの戦いが始まるんだが、ここのケンパチが無抵抗に折りたたまれようとするシーン。これこそペルニダのシュリクト、シー、ザ、コンパルソリーの能力なわけだが、自身の神経を対象に通すことで意のままに操ることができ、一度でも神経が入り込んでしまったら麻痺させるか、その部分を切り落とすしかなくなる。なんともまあ、初見殺しな上にケンパチとの相性も最悪だったわけなんだが、夜一さんの腕をへし折ったりケンパチの体をへし折りかけたりと、割と真由里じゃなければ相手にすらならなかったくらいのチート能力だ。真由里じゃなかったら能力も不明のまま全滅していたわね。神経で攻撃しているから、神経に触れたら強烈な痛みを感じる弱点もあるがな。こいつのいやらしいところは、相手の能力を分析して成長するところにある。ケンパチの反射神経や、真由里の心板塊根磁気足そぎ地蔵また衣服炎症体もコピーされてしまう。自身の能力もめちゃくちゃ強い上にさらに相手の技も学習していくなんて。神経の技は、一発でも食らったらアウトだものね。ノーダメージ攻略は辛いわね。さすがの真由里も対応しきれず苦戦するが、ここで参戦するのが副隊長の黒土ネムだ。今まであまり戦闘シーンが多くないネムだったが、なんとペルニダをバラバラに粉砕する活躍を見せる。しかし直後、ネムの体に神経を巡らせ一瞬にしてネムを肉片にしてしまう。そしてネムを捕食した際に、ネムの体内に埋め込まれている。強制細胞分裂加速機関という成長速度を暴走させている機関を取り込んでしまい、自身の成長速度を制御することができず過剰成長により自滅してしまう。相手の能力を逆手に取った真由里らしい勝利ではあるけれど、ネムを失った瞬間の絶望しかけた真由里の反応がすごく辛かったわ。ずっと見てきたキャラが明確に助からない描写はかなり来るものがあるな。過剰成長じゃなければ倒せていなかったのも強すぎ絶望ポイントだったな。眠り7号、ゆっくり休んでちょうだいね。それじゃあ次に行くぜ。リジェバロ、与えられたシュリクトは X、ザ・イクサクシス。かなり重心の大きい銃を持ち、片目に X のような傷を持つ男。自称、最初にユーハバッハに力を与えられたシュテルンリッターであり、ユーハバッハの最高傑作だと自負している。その実力はセリフに引けを取らず、個人的にシュテルンリッター最強ではと思っている。それこそがシュリクト X、ザ・イクサクシスによるものであり、能力は文字通り万物貫通。射線上にある全てを等しく貫通する。弾丸を打ち出しているわけではないため、どんな防御も意味をなさない。加えて、両目を開眼しているとき、万物貫通の能力を自身の体に適応することができる。回数は3回までの制限付きだが、どんな攻撃もすり抜けさせることが可能だ。暴力か、攻撃無効かなんて小学生の考えるゲームくらい理不尽ね。一番理不尽なのはこの後だぜ。普通3回までって聞くと3回目以降はどうなると思う？そりゃ能力が使えなくなるんでしょ？3回この能力を発動した後、今後は常にその能力が発動した状態になるんだ。何それ、ずるすぎじゃない？斬撃だけでなく起動すらも常時無効化された状態になる。そして相手の攻撃は万物貫通のまま。こんなの無理ゲーにも程があるんだぜ。わかりやすく強いを詰め込んだ感じね。こんなのどう倒せっていうのよ。こいつと戦ったのは強弱浚水なんだが満を持して発動した挽回。下天胸骨から待つ真珠を持ってしても完全に倒しきることはできなかったんだ。強楽自身も瀕死のダメージを負ってしまい完全に正気はなくなったその瞬間、副隊長の伊勢七尾の残白刀八狂拳の能力、神の力を反射する能力によりリジェバロの攻撃を反射し、彼の半身を吹き飛ばすことで勝利を収めるわけだ。七尾ちゃん、ここで活躍するのねってかそれがなかったらやばかったじゃない。むしろそれ以外では倒せなかったまであるな。
凶楽の挽回で倒せず、凶楽の腹に穴を開けて復活してくるシーンは本当に絶望したぜ。たかが死神の挽回で、神が倒せると思うなってリジェバロのセリフがあるんだが、さすがに倒されろよって当時の私は思ったな。本当にしぶといわね。どんだけチート盛りだくさんなのよこいつ。まあちなみにこれでも無敵の能力は消えたがまだやられていなかったんだよな。不気味な鳥になって分散するが以降、復活したキライズルによって駆逐されるぜ。死人ってやつよね。あそこのシーンは痺れたわ。それじゃあ次で最後だぜ。ユーハバッハ。本編のラスボスにして作中最強の敵、シュリフトは オールマイティ。その能力は未来を見通しすべてを知り、そして意のままに未来を改変する力、そして未来で改変された事象は現在に影響を与える。どんな能力、残白刀であっても何かしらの対策を施されてしまう。しかもそれは未来の事象であるがゆえにこちらは対応のしようがないという、作中最強にふさわしい、もはやどうしていいかわからない力を持っているぜ。何それ、改変なんて作者以外やっちゃいけないレベルの反則技じゃない。その通りだぜ。本当にどうしようもないくらいチート中のチート、何でもありの能力だ。満を持して挽回したイチゴの天差残月も未来を改変され、挽回した瞬間にへし折られていたりと思う対策がどうって次元じゃないのが伺えるな。イチゴのあの、終わりだって表情、それがこの理不尽さを物語ってるわね。後出しじゃんけんのようなものだからな。何したって相手の都合のいいようになってしまう。もう一度折られた天差残月だったが、月島の能力で折られなかった過去を挟み込み、天差残月を復活させ、レンジ、そしてアイゼンと共にもう一度ユーハバッハに挑む。そしてブリーチ史上最大のバトルの末に、ラストは、アイゼンの強化水月で誤認させ、真の残月による月画転生で決着がつくんだ。アイゼンと共闘ってだけで激アツじゃない。そうか。黒崎イチゴに見えているか。はいつ見ても叫びたくなるくらいかっこいいわね。おそらくだが、アイゼンの強化水月の発動を未来視してしまったから催眠にかかったんだろうな。かつての敵が味方になると頼もしいの究極形態だと個人的には思ってるぜ。だが、ユーハバッハがもたらした絶望はイチゴが絶望したシーンもそうだが、総隊長の挽回を奪い溶断したり、浮竹の命がけの見技を吸収してしまったり、あのゼロ番隊を壊滅させたり、ラスト自分の死すらも改変して復活したり、最後の最後まで予断を許さないその圧倒的な存在感はまさにラスボスだったと思うぜ。いろんな意味で最も読者とイチゴたちを絶望させたやつだったわね。ちなみにペルニダのところで話した霊王学園師だという話だが、ユーハバッハの死後、遺体が霊王の代わりとして鎖になっていること、霊王の代わりはクエンシーでなければならないということ。ユーハバッハ自身が霊王を、我が父と呼んでいるところを見ると、クエンシーの始祖はユーハバッハではなく霊王だったと考える方が自然だからだぜ。なるほど、それならシテルンリッターに霊王の〇〇がいるのも納得できるわね。千年決戦編には作中で回収されなかった伏線がいくつもあったりするから、また詳しく深掘りもしていこうと思うぜ。ということで今回の解説は以上だぜ。動画の内容いかがだったかな？個人的に絶望的状況すぎて千年決戦編は読むのしんどかったのよね。とはいえアニメは楽しみだから4クールちゃんと追いかけるわ。心臓マッサージは忘れずにな。とはいえ絶望と同じくらい熱くなるシーンも多いから、もう一度あの頃に帰ってみんなと語り合えたらと思うぜ。このチャンネルではこんな感じでブリーチの解説動画を上げていくから、チャンネル登録、高評価で応援してくれると嬉しいぜ。それでは次回の動画までごきげんよう。